こかわかります？なんで私に聞くのよ。クラス違うし。だってさっきの時間滝原先生の授業だったよね。ニコのクラスは今からなのです。教えて。私授業聞いてないから知らないんだけど。不良少女だった。そっか、仕方ないね。いいよ、うちのクラスの人に聞いてきてあげる。待ってて。生徒会で後頭部の取材ね。ゆうとくんはなんでそれを私に言うわけ？キリコさんが後頭部の知り合いの中で一番しっかりした受け答えするから適当にこなせるでしょ。無理無理、私不良生徒だもん。他に適任がいるでしょ。マリエ先輩は4ヶ月毎回マリエさんなんだよ。さすがにと苦言を呈されてね。まあ嫌なら仕方ない。他を当たるかな。リュウト君が困ってるなんて珍しいしね。お姉さんが手伝ってあげようか。本当？助かるよ。ありがとう。頼むよキリちゃん、そこをなんとか。なんで私が先輩のためにやんなきゃいけないんだよ。散々私に迷惑かけといて。いや、心を入れ替えた。もう部活もきちんと出る。だから合コン開いて。無理に決まってんだろ。あのキリコちゃん、スマホの操作で聞きたいことが。あ、宮迫さん、お話終わったら私も相談が。え？なあなあキリコちゃん、このサイトに載ってるスニーカーどう思って。何この順番待ち。あ、いたんだ部長。疲れた、最悪。なんでみんな私にばっか頼るの。おー、忙しだったな。見てたぞ、キリコは帰宅部の大黒柱だな。は？そもそも部長はあんたでしょ。なんで私がこんなに働いてんだよ。あ、いや、ごめん、言い過ぎた。もう帰る。何かまずいことを言っただろうか。言いたいことがあるならこっち来て話せばいいじゃん。キリコ、どうした？今日は部室に集まる日だぞ。それにこの前からずっと機嫌が悪そうだ。なんか疲れちゃっただけ。今日はサボる。元気出してくれキリコ。お前がいないと帰宅部は全然ダメダメだ。ササラもニコもキリコを頼ってるからな。帰宅部にはしっかり者のキリコがいないとな。それだっつーの。お？私にばっか頼んなよ。なんで私ばっかしっかりしなきゃいけないんだよ。いい加減にしてよ。キリコ。
やりたくて、変わりたくてここに来たんだよ。でも全然できてないじゃん。もうやだ、疲れた。何もしたくない、何もしたくないのに。何もわかんないのに謝らないでよ。こっちこそごめん。もう知ってるだろうけどさ、私さ、現実でアイドルやってたわけ。倉橋桃奈ね。人生の大半を倉橋桃奈として過ごしたのよ。12歳でデビューしたから、だいたい10年。ずっとアイドル。どうして辞めてしまったんだ？どうだろうね。燃え尽きたというか、急になんか線が切れたというか、嫌気がさしたんだと思う。大人の言う通りにニコニコ笑って、つきたくない嘘もたくさんついて、疲れたんだ。私は、人の目を気にしまくって、細かいことに毎日神経すり減らして、あっという間に10代が終わっちゃった。青春してますって顔して歌ってるけど、学校には行けない、恋愛もできない。なんか虚しくなっちゃって、やめて、人生やり直そうと思ったの。手遅れだったんだけどね。手遅れ？やめてもマスコミには見張られてる。新しい環境で友達を作っても、結局はみんな、アイドルだった私を見てる。モモナの影が振り払えない。もう、何もかも手遅れ。アイドルになった私がバカだったんだ。だから、キリコはリドゥに。リドゥでは私のこと誰も知らない。学校に通って、たまに遅刻してみたり、髪だって生まれて初めてこんな色にして。契約で、黒髪ロングじゃなきゃいけなかったんだよ。バカみたいでしょ？帰らなきゃいけないのはわかってるよ。でもさ、この世界の自分がなりたい自分なのは事実なんだよ。なのに、最近みんなして私に頼ってくるの。あれ何なの？しっかりしてるよねって。人のこと型にはめて、役割押し付けてさ、しっかりしたくないんだよ。私は一番自由で普通でいたいんだよ。そういうつもりじゃないと思うぞ。みんな、キリコのことが好きで。そういうの疲れたからアイドルやめたの。もうたくさんだよ。キリコ。部長？なんでこんなとこに？おせっかいだな。その、キリコ、少しは落ち着いたか？部長、ちょっとここ座って。すぐ済むから。ボタン、取れかかってるの気になってたんだ。部長って見かけによらず適当だよね。別にいいんだけどさ。はい、おしまい。改まってお礼なんていいよ。大したことしてない。さてっと。
私もう行くね。実は今バイト中なんだ。いつからバイトしてるんだ？現実のことを思い出す前からだよ。自分の使うお金は自分で稼ぎたいから。仕事より学校行きたいって思ってたくせに呆れちゃうよね。人間の根っこって案外変わんないのかも。こないだもさ、しっかりしてるって言われて切れたくせに余計なおせっかいばっかり焼きたがるし。ああ、一貫性なくて嫌いだわ自分のこと。私らしいか、ずっと何かを演じてきたからわかんないよ。私らしさなんてさ。その部長、あのね、こないだは話聞いてくれてありがとね。だいぶ楽になってるよ。それじゃあまた学校で。少しは気分が晴れたのかもしれんな。ん？あ、確かに。それは明暗だ。そういうことならキーが協力するぞ。あ、部長、今ちょっといい？共有カレンダー作ってみたから見てほしいんだ。見やすいでしょ。あと次いつ集まるか候補日出しておかない？スケジュール調整機能使ってこんな感じかな。自分でやった方が早いしね。アイドル時代ブレイクする前かな。最初のマネージャーがポンコツで、割と自分でやってたんだよこういうの。売れちゃってからは事務所も大きくなってマネージャーも複数つくようになったんだけどね。なんか楽しくなくなったのってそのあたりからなのかな。パンドラのした話覚えてる？私嘘つき呼ばわりされてたじゃん。別にあいつの言ってることがわからないわけじゃないんだ。私としてはプロとして楽しんでもらおうとしてただけ。でもエンタメに徹すればするほど必然的に人を騙す結果になるわけ。どんどん自分と倉橋桃奈が乖離していくんだよね。そうなるとファンの人の存在が、その何よりしんどくなる。自分が頑張ってもどんだけ応援されてもどんだけ積み重ねていったとしても、私がファンの求める像を裏切った瞬間に一瞬でみんな敵になる。さっきまで好きって言ってた口で嫌いって言うんだよね。私を殺すのはファンだと思った。まあ実際にファンの人に襲われて死んじゃったアイドルもいたくらいだし、ずっと考えてたらある日パーンって弾けた。じゃあ私が頑張る意味って何なのって思わない？わからん。キーもアイドルの一種だがまだ人前に出ていないから。キリコの方が先輩だ。そっかそっか、そうだよね。まあそんな感じで燃え尽きちゃってさ、全部嫌になって投げ出した。本当はゆっくり準備しながらやめるもんなんだろうけど、反応も怖くてさ、一気に投げ出して耳塞いで引きこもったんだよね。自分勝手、嘘つき、無責任。パンドラの言ったことは全部事実。それは受け止めていくしかないんだよね。
後で悲しくなるくらいなら誰のためにも動かないって思ったのに、結局変わらないのかな。あ、呼び止めてごめん。部長にはなんか重い話ばっかしちゃうな。要はそれだけだから。じゃね。キリコ、まだ悩んでるみたいだ。でも、きっと大丈夫だ。もうすぐ準備が終わる。部長、話って何？何これ、これ私の写真？キーの映像記録から現像したんだ。出会った頃から最近まで。へえ、そんなことできるんだ。わあ、懐かしい。これ全部キリコが帰宅部のために、みんなのために世話を焼いてるシーンだな。部長に頼まれた。キリコ本人にこの表情を見せたいと。これはまた。なるほどね。なんだよ、私すごく楽しそうじゃん。どう思う？お前は自分が人のために消費されていくことをすごく嫌がっていたな。すごく辛い思いをしただろうから、全部を嫌な思い出にしてしまっているのかもしれない。でもキリコはもともと人のために自分の力を使うのが好きな人間なんじゃないか。写真のお前はとても楽しそうだ。参ったな。どうもそうみたいだね。自分のこともわからなかったのか、私は。ずっと倉橋桃奈を演じていたから、桃奈から離れよう離れようとして逆の行動を取ろうとしてて、望み通り自由で奔放でいるはずなのに、それでも自然と他人のために動いちゃって勝手にイライラしてたんだね。そういうことだよね。全部否定してたら桃奈の中の自分まで否定しちゃう。つらいわけだ。そうだよ、ずっと楽しかったはずなんだ。人のために頑張ること、そして人に喜んでもらうこと、私はそれが好きだったんだ。なんかいい子みたいで恥ずかしいけど。あー、やば。なのに子供みたいだな私。悪ぶってるだけじゃん。誰が呼んだか、パーフェクトアイドル7億年に一人の奇跡、倉橋桃奈です。やっぱこれは違うな。何万人のために生きるアイドルなんて私には無理だったけどさ、周りのみんなのために頑張って喜んでもらうくらいいいよね。もちろんだ。帰宅部の連中はキリコがいなきゃ
ダメダメだからな。ほんとほんと、そうだよね。仕方ないな。あー、今日もみんなのために頑張るか。部長もね。私は部長のために頑張ることだって喜びなんだからさ。なんか手伝ってほしいの？Thank you.